天予談笑は、室町時代に成立した、源氏物語の注釈書。源氏物語の中の第二条である、母木木巻のみ、さらに、ほとんどはその中の一場面である、天予の品定めのみの注釈という、源氏物語の部分的な注釈書であり、いくつか、ある道書の題名もすべてそれに由来する。これは、 この天世の品定めの場面において語られた様々な女性がこの後、光る源氏の前に実際に現れてくるため、源氏物語54条の中で母霧巻き、中でもこの天世の品定めの場面が、源氏物語の中で最も重要な存在であると、する考え方に基づくものである。このような母霧巻き、その中でも、特に、 天よの品定めの場面が重要であるとする考え方は、鎌倉時代後期にわち方によって書かれた、注釈書、現中最秘書や、室町時代中期に一条金吉によって書かれた、注釈書、課長余剰などにも見られるが、独立した注釈書一冊を丸々費やして、この場面を論ずる本書の出現はこの考え方の一つの到達点を示すものとされる。 本書に続いてこれ以後もっぱら、天夜の品定めの場面のみを対象とした、注釈書がいくつか作られることになる。同書は、その奥書きに、文明17の年市付きの初めつ形女子のために、中止はべり定めて日が子東北ハべらん貸し葬儀罪犯、とあるため、葬儀によって1485年7月初め頃に、成立したと考えられている。 道書は、天予談章の他に、母木木別中もしくは、天予談章と、母木木別中の二つを組み合わせた、天予談章一名母木木別中もしくは、天予談章母木別中といった、様々な題名で呼ばれている。これらはいずれも道書が、源氏物語の中の第二条である、母木木牧の実。さらに、ほとんどはその中の一場面である。 天夜の品定めのみの注釈であるということに由来する名称である。道書は現在に至るまで主題や構想等と関連して作者の意図を汲み取るための重要な道具概念として様々に議論されている創出という術語を初めて使用した注釈書であるという点でも注目されている。ありがとうございます。